皆さんどうもこんにちは。ゲームのラスボス、それはゲームの集大成だけや強力であればあるほど燃えるものですが、中にはあっけなく倒されてしまう残念なボスも存在。そんな中、今回ご紹介するのは弱すぎるラスボス。攻撃力が低かったり HP が低かったり、見た目だけ派手など様々ですが、今回はこうしたゲームの弱すぎるラスボスたちをご紹介していきます。ケフカ。ケフカはファイナルファンタジー6に不登場するボス。見た目が完全に道化師であり、トリッキーで非常に面倒なボスなのかと思いながら戦ってみると、体力がなさすぎてあっけなく死んでしまう。それがケフカ。戦闘開幕でパーティー全員の HP を1にする心ない天使や、即死クラスの破壊力を誇る破壊の翼などといった攻めに関してはボスにふさわしいケフカ。さらに残り HP に応じて攻撃方法が変化したりと、ザ・ラスボスらしい戦い方はするものの、ケフカは持ち合わせた能力を存分に発揮することもなく瞬殺されてしまうことがほとんど。まだ自分のパーティーも特に変わった特殊能力を持つ強力武器などを持っておらずとも、道中拾ったようなレベルに応じた武器防具でも戦って勝てるレベルのケフカ。ファイナルファンタジーではありがちなゲーム終盤、単純に強くなりすぎるということを鑑みても弱いと思えるラスボスです。ジエリボス。ジエリボスはスターオーシャンに登場するラスボス。本作の物語の黒幕として登場し、強化人間でもあるジアリボス。本作の黒幕として登場し、熱いラスボス戦を繰り広げるわけですが、第一形態は HP が極端に少なく、当然盛り上がりもないまま巨大なロボットに乗る第二形態になりますが、 HP が第一形態とほぼ変わらない上、ロボットに乗ることで当たり判定が拡大、間違えた進化の道を辿ってしまう典型的なおバカさん。進化することで結果弱くなります。これがラスボスなのは笑える。ミルドラース。ミルドラースはドラゴンクエスト5に登場するラスボス。魔界のエビルマウンテンの城で己の能力を高めているという設定でニートをしている魔王であり、主人公の母親を誘拐して幽閉し、最後は殺してしまうといった非道なクソ野郎。またニートにありがちな俺はやればできる、よろしく、己を王の中の王と称す一面も持ち合わせているニート的なミルドラース。実際強力な呪文などを駆使して襲いかかる本当にやればできる子なミルドラース。しかし実際は回復する瞑想という技が非常に困難なだけであって、他の技は取り立てて危険なわけでもなく、王の中の王というには弱すぎるラスボス。ミルドラース戦の直前で手に入る賢者の石でパーティーを回復しながら楽々倒せるボスでした。セーファーセフィロス。セフィロスはファイナルファンタジー7に登場するラスボス。ファイナルファンタジー7のリメイクが発売されたこともあってか、さらに人気を上げてきたセフィロス様。 R 指定のような長い髪が特徴的で、長すぎる刀をプラスチックバットのごとく振り回す姿には草を禁じ得ない。そしてセーファーセフィロスはそんなセフィロスの真の姿。第一形態の筋肉だるまのリバースセフィロスを倒すと、有名な片翼の天使の BGM をバックに共に登場。ケフカほどではありませんが、セーファーセフィロスはそれまで全体攻撃だったのが単体攻撃になり、加えて攻撃力が著しく低下、 HP は多いものの延々と時々回復を繰り返しながら殴り続けるだけでも倒せるといった、ファイナルファンタジーシリーズあるあるな、ボスは体力は多いが戦闘内容はつまらないといった戦闘が繰り広げられます。またファイナルファンタジーではありがちな、後半につれてステータスやらがインフレ化することで、そのインフレにセフィロスがついてこれず、あっけなく散りゆくセフィロス。圧倒的なキャラクターの濃さゆえに期待していた人も、あっけないラストにショックを受けた人も多いでしょう。聖大天使アルテマ。アルテマとはファイナルファンタジータクティクスの使徒ミロンドの飛行艇の墓場で対決することになるラスボス。ルカビーという強力な力を持つ悪魔の王者であり、しかしその濃い設定とは裏腹に最弱ボスとしても有名。 NPC 優先でろくにこっちに攻撃してこない AI、 低すぎる耐久性のせいで雷神に秒殺される。まあ大まかな要因は月が多いことや状態異常魔法に弱いということ。アルテマは指定したキャラクターに向かって移動して魔法を詠唱しますが、これが大地の隙が多い状態になり、また移動以外できなくなるといった状態異常魔法にも弱い
といったなぜ悪魔の長になれたのか疑問すぎるアルテマ。加えてファイナルファンタジータクティクス自体の難易度が全体的に高い設定になっており、アルテマの欠点などが引き立ち、相対的に非常に弱いラスボスになってしまいました。ダークアーク。ダークアークはアークザラットに登場するラスボス。本作は主人公のアークが勇者として世界を巡るストーリーで、ストーリーの最後に自分自身の影と戦うという熱すぎる最後の試練というイベントが発生し、これが実質ラストバトル。影は主人公アークや仲間たちのものも含め全部で7体。しかし影のステータスがレベル50の時の味方以上でも以下でもないため、パーティーキャラクターを普通に育てているならば苦戦することはまずなく、その上弱点も味方の時そのままなので、普通に弱点をつけば難なくクリア可能。ある程度やり込んでいれば全ての敵が一撃で倒せてしまうこともあるとかないとか、まさにラスボスとしてはあっけない弱さ。ということでいかがだったでしょうか。今回ご紹介したラスボスの中には、その弱すぎるという評価を受けてリメイク版で大幅に強化されたボスたちもいたりします。そもそも制作の段階で弱すぎるという疑問がわからなかったのだろうか。少し疑問にもなりますね。じゃあ皆さんも弱すぎるラスボスをご存知でしたら、ぜひコメント欄で教えてください。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録やグッドボタン、 Twitter やインスタグラムもやってるので登録お願いします。じゃあ次の動画で会いましょう。キャベツでした。ほらまた。Yo, yo, yo. ということでどうも皆さんこんにちは。尺稼ぎレイディオ。まあレイディオっていうのちょっと恥ずかしいからラジオって言いますね。ラジオがね、今回2回目ということで、まあこのラジオの趣旨としては尺を稼ぐラジオ、まあそのまんまですね。でこのラジオではですね、ツイッターで寄せられた質問箱に対して答えていこうというような趣旨でやっております。じゃあまず最初の質問いきましょうか。エッジ系のお仕事が多いの？というね質問が来てるんですけれども、こちらまあね、あのツイッターではですね、僕一応今フォロワーが1300-1400ぐらいいるんですけれども、ツイートに関しては結構下ネタ系がね、よく発言させていただいておりまして、そういった流れで多分こういった質問が来たと思うんですけれども、まずこういった流れでねちょっと言うと、下ネタ系のツイートが多いがゆえに、なんていうんですかね、 ED 系の薬品を紹介してくださいっていう企業案件がよく来るんですけど、まず僕は ED はではございませんので、そういったね企業案件来られても困りますね。企業案件やっていただけますか、でその時もしいくらぐらいで受けてくれますかって質問来るんですけど、まあ僕はまず ED じゃないというところで、まずこの話に関してはもうやらないっていうのは決めてるんですけど、もし ED だったとして、そういった企業案件をくださる人には無料でやります。そりゃだって僕 ED やもんってなるやん。なんだやろこの話、どういうことなのな。でまあこのね質問には僕はこう答えましたね。本業はオナホクリエイターで、その傍らラブドールの実技検査や電話をデザインする電話デザイナーでもあるでとね答えさせていただきました。私 YouTuber をやっておりますが、まずそもそも YouTuber っていう肩書きって YouTube だけでお金を稼いでる人っていう、なんか僕的にそういう認識を持ってるんですけど、まあそもそもまず僕はそういった点で見れば YouTuber ではないので、本業は別にあるんでね、まあこういったねある意味ネタ的な答えをさせていただいてるんですけれども、まあそんな感じでとりあえず企業案件で ED 系とかそういうね、エクロスビデオとかポーンハブとかポルノハブかな、ああいうとこで見た時にどっかクリックしたら広告飛んで男のチンコ10倍になったみたいな薬品、ああいうやつを紹介する DM はやめてくださいと。じゃあ次行きましょうか。いつからそんないい声になったんですかという質問が来ました。こちらに関しては産声。じゃあ次の質問。動画の収益は何に使うの？やっぱ YouTuber やってると、毎月ね、まあ一応広告収入っていうもんが入るんですけれども、これをね、何に使うのかっていうね、コメントが割と、まあ Twitter で多くて、こちらに関してはね、まあ、もう、なんやろな、YouTube 始めてからずっとやってることがあって、これに関してはまあ、こう答えてますね。好感度を高めるために言うけど、Y の、動画の収益の数割は引きこもり支援をしている NPO 団体に寄付しています。
ていうような答えをしてるんですけども、これはね、まあ割と事実ですね。まあ一応 YouTube の収益自体は割とまあ普通にいい金額はくれるので、まあ利己的に考えて自分のためだけになんか使うっていうのはすごい、なんやろな、なんかあんま良くない気がするし、まあ、別にいいとは思うんやけど、やっぱり人っていうのは人との関わりがあって、で自分が形成されると思うので、環境、まあ人ってやっぱり環境で変わるものなので、まあこういった答えをしましたけれども、このね、あの寄付っていう考えに至ったっていうのは、私キャベツも昔ちょっと引きこもりをしてた時期がありまして、でまあ中学校の頃なんですけど、まあそれでいろいろ経験してね、でその一番大事な時期にやっぱりいろんなことを閉ざしてしまって、いろんな道を諦めてしまう、あるいはその環境でまあ自分の道を閉ざされてしまうっていう人はやっぱりいろいろ多いと思うので、そういったものにね助力してできるようなことがあれば寄付したいなと思って、まあある意味自分の経験を基づいて寄付しているっていうような形でやらせていただいております。じゃあ最後の質問いきますか。もうすぐ休校期間が終わります。クラスに可愛い人がいた時なんて言って声をかけるべきですか。おっぱい見せてください。チャンネル登録をすると広告収入が入る。